罪を犯した悪を永遠の苦しみを与えることを我が使命なのだ。天罰を受けよう。天罰が正義。じゃあ、行くとしますか。ミラー、確かここから北って言ってたよね。どれぐらいかかるんだ。シルフの力で飛んだのなら半日もかからない距離だろう。基準がわからないって。途中に休めるところがあるといいんだが。地図だと村があるみたいだったし、大丈夫じゃないかな。いずれにせよ、ここにいても始まらない。行くしかないだろう。はいはい。ずいぶん大きなため息だね。おたくら、実はアジュールのスパイだったりしねえの？な、そんなわけないでしょ。軍が特報を使って追うなんて、アジュールの軍事スパイくらいだと思うんだけどな。誤解だよ。なぜそれほどそこにこだわるんだ。お前、まさかラッシュガルの？違うって。ただ働きでも、オタクらがアジュールの関係者なら軍にコネつけてもらって美味しい仕事にありつけるかもって思ったんだよ。期待に添えなくてすまない。謝礼は必ず払う。だからもうしばらく待ってほしい。分かったよ。その代わり待ち時間の料金も請求させてもらうわ。ミラがマクスウェルってマジなのか。確かにちょっと変わってるけど、普通の女にしか見えないぜ。本当だと思う。初めて会った時、ミラは四大精霊を従えてたんだ。あ、四大元素を操る最強の精霊たちを。うん。火のイフリート、水のウンビーネ、風のシルフ、地のノーム。僕もあの時初めて見たけど、あれは四大精霊に間違いないよ。それが事実なら、ただの女にできることじゃないな。うん。Thank you.
と、スカーフが歪んじまってる。そのスカーフお気に入りなんだね。いいだろう、フィシマージュってブランドの特注品なんだ。ブランドとかよくわからないけど似合ってるよ。身につけるものにはこだわった方がいいぞ。男の格は外見でわかるからな。見た目より中身が大事だと思うけど。その内面が姿形に現れるんだよ、俺みたいにな。醜い内面を隠すために外見を取り繕う者もいると思うが。そんなの見抜けない奴の中身が貧困なんじゃね。騙される奴が悪いと。そんなこと言う人の中身を疑うよ。あらら、ヤブヘビだったか。歩くというのはなかなか大変だな。足が太くなってしまいそうだよ。ミラって案外お嬢様なんだ。お嬢様などではないが、ずっとシルフの力で空を飛んでいたのでな。歩くのはウンディーネと水上を散歩するときくらいだった。それはお嬢様には無理だね。四大精霊をこき使って罰当たっても知らねえぞ。何、少々力はあるが口うるさい小獣とのようなやつらだよ。時に私を子供扱いしたりもする。全く困ったものだよ。四大精霊を小獣と呼ばわりかよ。夜行きのイルファンに比べるとアジュールの空は眩しいやだな。この辺りは霊性も安定してるしな。夜行きとか霊性とか何のことだ。おや、マクスウェル様がそんなことも知らない。人間が定義した言葉まで私が認識していると思うのは傲慢というものだ。傲慢は人間の最もどしがたい部分だぞ。ミラー、リーゼマクシアの自然を形作ってるのは何か知ってる？私にそれを聞くか？自然をなすのは精霊の力に決まっている。霊性っていうのはその精霊の力のバランスのことだよ。これが偏ると自然も極端に変化するんだ。イルファンは夜が長い夜行きっていう霊性の中にあるんだ。なるほど、ありがとう、よくわかった。君は説明がうまいな。どういたしまして。へえへえ、どうせ俺は純朴な柔道君とは違う傲慢な人間ですよ。ハッハニチェイク、ウィンド決めるぞ柔道。わかった、絶風陣。ハッハニチェイク、よし、いけるだけ。いいぞ柔道。やっ、邪魔だ。さあ次だ。やったねミラ。
やっ、アクアプロテクト、やった、はい、シュート、バイバイ、お仕事終わり。テンパイアフレイム、クラッシュ、切らなきゃ、待て待て、切れたかないよ、はっ、ケイア、はっ、ケイア、はっ、ケイア、みんな、ウィッチ、次だ、分かった、やったね、みんな、封じ、はっ、ね、そっちだね、切らなきゃ、はっ、ケイア、はっ、燃えろ、切らなきゃ、はっ、ケイア、はっ、ケイア、はっ、そっちだね、当たり打ちだ、この程度で私を止めようなど。